った、まあ、準備ができたみたいですね。準備ですね。はい、それでは見ていきたいと思います。いよいよ最終日ですね。レインボーシックスシージジャパンリーグスプリングファイナルズデイ2準決勝第1試合、マーチング対クラフティ、試合開始です。使用するマップは第1マップカフェドストエフスキー、陣営はブルーチームがクラフティ、オレンジチームがマーチングです。グッドラックハブファン、グッドラックハブファン。最初マーチングの守りからなんで、まあ、どんな風に守るか、そうですね、見ものですね。でピックしているのがクラフティということなの でクラフティも結構マーチング側 の、まあ、あのカフェでの試合っていうのを配信で結構映ってたなんで、もしかしたらマーチング側がやってきている戦術をもう参考にしてるかもしれないですね。さあまずはクラフティが攻撃オペレーター、火花アッシュ、トッケビバック、ツイッチ、この5枚ですね。対してマーチングが暖炉2回守りですね、ミュート、リージョン、ミライ、イエーガー、キャッスルと。こうなってくるとバックが入ってるんで3回をまずは抑えに行くんですかね、クラフティ。どうですかね、まあ、2回か3回か分かんないっていうのと、まあ、2回からやってますね。防衛ポイントがまだ分からない状態ではありますね、クラフティ自体は。さあまずは準備フェーズ、2回の防衛を選択しているマーチング、クラム選手がこれ赤階段に通じる車線を通してますね。そう、おそらく2カフェ階段に通じる車線もこれ開けています。そして富助選手がシグナルディスラプターとともに読書の壁ですね、こちらを強化していると。チェリー選手は暖炉2枚、そして3階にノア選手、トシ選手、富助選手が上がってきています。やはり3階を守るという方針のようですね、マーチング。さあアクションフェーズです。湧いた位置はほぼ全員が公園、そして1人のみクリスマスマーケットですね、ラズ選手のアッシュ。さあイーストラペリングをして早くも読書外まで詰めていっています。こちらがバナナ選手の火花ですね。さあこれは白海 2.5 に対してどうやら車線ロック配慮ですね、逃走経路をロックしていると。そして1カフェ外ではラズ選手なんですが、ここでバナナ選手のカットが効いたか、トシ選手をダウン。しかしノア選手がもうポイント入ってますね、これもポイント入ってますね、ダウンの直前目が、しかし富助選手がニトロセルで対応。さあ残り時間がまだ2分あるんですが、あった SMG12 のブレが大きすぎる。先に打ててはいたんですが、バナナ選手のトッケビも倒れました。残ったのはラズ選手のアッシュのみ。さあクラフティラッシュショット、これ立て直しが厳しいか、トミスケ選手のミュートがダブルキルで、まずはマーチングがファーストラウンドゲットと。いやかなりいいラッシュだったんですけど、よく対応しましたね。そうですね、早いですね。ニトロの投げ込みはあれ多分列車側からですかね。そうですね、壁に、はい、当てたような感じですかね、バックブで飛びましたね。判断は良かったんで、まあ、やっぱファイナルだけあってかなり、普通のマスターより対応が早いですね。早いですね、あっという間に終わるっていう、はい、ルートカットとかもかなり良かったんで、良かったですね、先行して行ってましたね。まあ、ただするんだれば、はい、換気扇の上からルートカットするの強いんですけど、はい、あれ勝負したら結構勝てるんですよ、相手に勝負されると弱いっていう、はいはいはい、なるほど。勝負する側としてはS 側かな、 S 側の廊下からも決め寄ってくるってことですかね。いや違います、イースト の、はい、あの階段のをロックしてると思うんですけど、はいはいはい、あれイースト階段からあの打ち合いに行くと相手の方が防衛側の方が有利なんですよ普通に。なるほど、高さの問題ってことですかね、まあ、上から下打ち下ろしてるんで、はい、実際問題相手が走り込んでたらやれるんですけど、はいはいはい、勝負されると大抵負けるっていう。あ今多分それでやられましたね。なるほど、カバーで多分勝負したんでしょうね。さあということでこれは車線管理もマーチンが一歩上を上回ってますかね。そうなってくるとね。さあ、ここで陣営切り替わってクラフティが2回防衛ですね、同じく2回防衛とラウンド2。まずはアクションフェーズ入ったんですが、同じくリージョンでしたね。今リージョン、クラフティのリージョンがイースト方向の窓を先に割ってましたね。さあリスキルのピークホールがあったんですが、ここには裏誰も入ってませんでした。1回
さあチェリー選手のアッシュが3回ルーフに駆け上がっていっています。ブリーチングダウンを使ってトラップドアを開けていますか。これはトシ選手のバックですね。さあドローンの支援を受けてチェリー選手が2回3回と詰めていっていますが、おっとここはもう赤回まで降りましたね。さあシガーのドローンクリアリングを待っていますが、これ3回には遊撃1人います。バブル選手のエラー、カクテルラウンジですね。さあここでクラム選手が猫ちゃん選手をカット。さあバブル選手の位置も把握しました。ここでロジックボム携帯が鳴ってます。さあギズモットマインを後置きして、なんとかこの廊下からの進軍は阻もうとしています。バブル選手まだ耐えている。残り時間1分45秒切ったところです。グーマインを踏んだ音がしましたが、ここで詰める。さあバブル選手の詰めている情報はおそらくこれ気づいていません、マーチング。さあ残り時間が1分半。ここでバックのスケルトンキーによる工事が始まっています。さあソフィー選手のバンディットはカフェ階段の 1.5 ですか。おっとここでバブル選手やはり遊撃成功です。チェリー選手の足をカット。そしてまだ3階に座ることには成功しています。さあ攻撃陣営がここ、おっと顔を覗いたんですが、打ち勝ったのはトシ選手。さあ 2回目のロジックボムが入ってます。防衛陣残り時間が1分。ソフィー選手はまだ携帯止められていません。ここ階段を下ってきたんですが、富助選手をカット。さあソフィー選手このタイミングで携帯のバイブを止めます。さあ残り時間が45秒。攻撃陣営はトッケビバック、火花、そして防衛はバンディット、リージョン、バルキリー。そしてこのタイミングでソフィー選手が階段を上がってきた。さあ2カフェから打ち込まれているラズ選手、なんとか L 字廊下まで逃げることには成功。さあ残り時間が25秒。ここでドロップショット。さあマーチング残ったのは1人、クラム選手の火花のみです。さあ残り時間ももうありません。ここはラズ選手のリージョンが見ている位置、しっかりカットです。さあこれはお互いがかなりやはり対応力というかね、ラッシュ力も早いですね。そうですね、はい、今遊撃うまくはまりましたね。ちょっとドローン漏れたんでしょうね、多くね、ロックするみたいな形だったんですけ ど, どタイミングも良かったですね。さあこれで11。さあ防衛場所が移ります。3回バーカクテルラウンジの防衛となりますね。エラのびっくり率ちょっと今日は高いですね。そうですね、ガジェット強いね。最近だったらちょっと悪いかなって。まあこのガジェットに関しては本当にもう防ぎようがないと言っても過言じゃないですからね。そうですね、サッチャーかトゥイッチぐらいじゃないとうまく壊せないっていう。さあ防衛のオペレーターがスモーク、イエーガー、ミラー、エラー、エコー、そして攻撃オペレーターがバック、火花、トッケビ、アッシュ、サッチャーですね。今回は、クラフティサッチャーをピックしています。さあラウンド3、ここはチェリー選手が1回ガレージ S 側ですね、ここを開けてますが自分自身でピークはしません。さあクラフティ脇位置は4対1ですね。バナナ選手のサッチャーのみが裏路地で湧いてますが、おっとここでラズ選手がノア選手をカット。これはおっとポイントかな、ポイント内、あ違います、2カフェの柵岩のとこのカフェ柵、なるほど、ルートカットかなんかでやりました。さあまずは1人持っていきましたクラフティ、マーチングが4人になっています。そしてここカクテルラウンジには2人入ってますね、ポイントですので、エコーは低ポジと言ってもいい場所をキープしてます。さあラズ選手がルーフ上からフラバンを投げ込む。そしてここでカクテルラウンジに対してブリーチングダウンを打ち込みました。さあ相手を動かすことには成功。そしてこの間にノーリスから
猫ちゃん選手がエントリーが、しかし打ち込まれましたね。さあシガーラウンジに敵が1人いますね。そしてミラマド裏に1人とが引きました。さあクラム選手はカクテルラウンジ入り口階段を気にしながらもミラマドを使ってカクテルラウンジシガーラウンジを守っています。そしてチェリー選手がバー倉庫からダブル窓。さあ富助選手はテラス折りを警戒しています。残り時間がもう間もなく1分というとこです。さあ少しクラフティ前線を上げることに苦労しているでしょうか。フラググレネードを投げ込んでなんとか前線を上げたい。さあ残り時間が50秒。猫ちゃん選手のバックもフラグは使い切ってます。ここでエントリー。さあスモークグレネードの支援を受けて前に突っ込んでいきますが、この間に富助選手チェリー選手がクラフティの選手を2人カットしています。おそらくはこれシガランにエントリーした選手ですね。さあ猫ちゃん選手はボム前まではエントリー成功していますが、おっとここラズ選手が素晴らしいフリックショット。さあ猫ちゃん選手がじわりじわりと詰めていく。カクテルラウンジのボム裏に1人いますが映像庫にもいる。さあ猫ちゃん選手これ挟まれてます、動けない。そしてラズ選手が足さんの持ち味を生かして冷蔵庫まで走り込んできたんですが、敵の位置は終えていなかった。いやー行くしかないという感じで突っ込んだんですけど ね、 ちょっと辛かったですね。はい、さあということでマーチングが3回防衛成功。スモークのタイミングでねうまく突っ込めたらよかったんですけど、結構抜かれましたね。スモーク炊いた方向と逆から結構突っ込んだんですよね、多分2人ともね。結構そのタイミングでのダブルキルが痛かったですね。そうですね、あそこねライン自体は上がったんで、まあ、結果なんですけどあの前線一緒に行ってればっていうところはありましたね。さあこれでラウンド41対2ということでマーチングがラウンドアドバンテージ取っています。これはクラフティーピックマップではあるんですが、ここでもし3回防衛失敗してしまうとマーチングがシーソーゲームを崩すということになります。さあマーチングが3回攻撃、ここでオペレーターピックが IQ、トッケビ、ヒバナ、アッシュ、ツイッチ、先ほど変わりないですかね。そしてクラフティーがイエーガーバンディット、スモーク、リージョン、バルキリーと。さあこれはバナナ選手のバルキリーがブラックアイどこに置いてますかね。まだ3つ残ってる。これ全部外亀に使うんですかね。シガランの W 窓外投げ込んだんですが、ここから湧いてますのでおそらくは IQ もすぐにブラックアイ破壊できそうですね。富助選手やはりブラックアイを探知してますね。あーっと戦場カメラマンのカメラが1個破壊。そしてもう1つもバレてます。よく見てますね。はい、さあということでこれで2つともブラックアイ破壊されてしまいました。そしてトシ選手、おっとこれは廊下にもうドローン仕込んでますね。さあラズ選手がシガラン S 稼働 SW、ここ窓に対して打ち込んでいます。ソフィー選手と2人がかりでシガランを守ってます。残り時間が2分10秒。さあトシ選手のこの S ラペ、非常にマーチングこの、ま、ラペリングの駆け引きが強いんですよね。やはりここでノア選手が1人持ってった。ソフィー選手のバンディットが餅つき準備のポジションだったんですが落とされました。しかしラズ選手がカバー。さあトシ選手のツイッチをカットしてラズ選手シガランキープしてるんですが窓からの打ち込み。さあドローンとの連携でインジャーにはされましたがこれは起こせます。さあノア選手がピン位置を頼りに打ち込んでいますが相手に直接的なダメージを与えられず、さあ残り時間が1分半。お互いが 4-on-4 です。富助選手が2回列車にいる猫ちゃん選手どうやら捕捉してるですね。ロジックボムが入った。さあそしてこれ詰めてきてるのが IQ です。
なんとか相手の前線が上がってきていない2階の白階からポイントに戻りましたね。さあ前線が上がっています。マーチング、シガランは制圧完了。やはりミラマドがありませんので、シガラン入られてからの展開はかなり厳しい展開が予想されます。さあチェリー選手のアッシュが有刺鉄線を破壊、そしてスモークも入ってますか。おっと富助選手がクラム選手をフラグで飛ばしてしまった。コミュニケーションエラーでしょうか。がしかしここでチェリー選手がブリーチング弾で作った射線を生かして1人カットです。さあ冷蔵庫の中に1人いるんですが、中の状況は分からない。さあドローンが待ってる。ノア選手がドローン回してます。さあチェリー選手がドローンの報告を聞いているでしょう。おそらく敵がいる位置はおおむね把握している。残り時間が20秒。おっとこのタイミングで冷蔵庫からニトロ線が飛んできたんですが、チェリー選手なんとか我慢。さあ残り時間15秒。シガランは制圧していましたので、プラント成立。チェリー選手が3人抜き。いいラウンドでしたね。いいですね。やはりマーチングカフェ強いんですよね。さあこれでラウンド5を迎えて1対3、マーチングがポイントアドバンテージ取りました。なかなかあの冷蔵庫の前で止まり続けるっていうのもなかなか見ないシーンですね。すごい弾力ですよね。グッとこらえてましたね。かつ報告入ってすぐに打ち込みっていうのしなかったですね。もう冷蔵庫の中にいるっていうのも分かったんでしょうね。さあ、これで1対3。クラフティーここを落としてしまうとマーチングにマッチポイントが発生します。クラフティーの攻撃オペレーターはスレッジ、火花、トッケビ、アッシュ、サッチャーとなりました。そしてマーチングはファーストラウンドの2回防衛と同じピックですね。ニュート、リージョン、ミラー、イエガー、キャッスルと。最初のラウンドここトツ入ったんで、次はこうクラフティどうしてくるかって感じですかね。そうですね、ここさっきは暖炉突でしたね。今回はスイッチが入ってないので、サッチャーのピックってどういった意図なんですかね。やっぱりリージョンだったりとかミュートだったりとか、まあ、ガジェットも結構潰せるんでね。あのエラのピック率とかもさっき見る限り高かったんで、はい、とりあえず困ったら投げようかっていう感じの、そういう感じですかね、はい。さあラズ選手がベーカリー前、ここはキャッスルバリケードを占めている位置を報告してましたね。さあポイント外となります。こちらラズ選手がポイント外のバリケードをピークしています。そう、そしてルーフに詰めていっているのが火花、サッチャーの2枚ですかね。あ、おそらくこれノーリスのところにチグナリサッチャー置かれてるんですかね。ドローン回すためのサッチャー。さあ富助選手は赤階2階をキープしています。これは飛び出しも辞さないというような位置ですが、ニトロセルを構えたノーリスからのエントリーを狙ってますね。さあノア選手がシガラン、車線管理をしながら窓をチェックしています。さあこれニアにドローンが詰めてきてるんですが、ノア選手ドローンはカット。さあしかしここ S 側ですね、 ES 方向ラペリング1人入ってます。猫ちゃん選手、ここでスレッジがキャッスルバリケード終わってノア選手をカット。待ってましたねタイミング、素晴らしいですね。まずはシガラン1人対応と、そしてバブル選手のトッケビが続いてシガラン時にドローン回してます。残り時間が1分20秒。富助選手は掘削機展示室、こちらはポイント内ですね。バリケードが開いてませんので、外からの車線は気にせずにミリポジを見てますね。工事入ってますね。がしかし上からの車線が開き始めました。おっとこれクリアリング漏れてますか。1人ハイド入ってますよね3階。いやトシ選手がこれ入ってますよね。あーなるほど、これ漏れてますね。おっとこれは鍵になりどうだ、やはり打ち込み、うわこれは2人持ってた、これいてー。さあトシ選手の裏取りが炸裂。
さあなんとかカバーには入ったもののディフューザーはシガラに落ちてます。残り時間が35秒、ラズ選手がディフューザーは回収できていません。これ殲滅狙いましたか。さあテンパってしまっているんでしょうか。残り時間25秒、ディフューザー確保、バナナ選手のサッチャーがディフューザー確保が、しかし数的優位も防衛にあります。残り時間がもう間もなく15秒、そしてエントリーの窓には富助選手がニアで詰めてきている。このクリアリングはおそらくドローンがありませんので非常に厳しい。おっとここで草木展示室に直で詰めてきたんですが、チェリー選手、クラム選手がしっかりカバーを入れて対応しきりましたね。いやークリアリングミスが痛かった。あのキャッス漏らしは痛いっすね。一時のカバーで収めたかったっすね、はい、2人やられちゃったんでね。キャッスもあのかなりもう冒険ですけど、あそこで2人持ってったのでかかったっすね、結果としてね。そうですね、シガランの方詰めたのよくいったなっていうところですけど。さあこの局面でのクリアリングミスということで、クラフティちょっとチーム内でのコミュニケーションミス響かせないようにしたいですね。次のラウンドには続けないように切り替えていってほしいところです。さあマッチポイント、やはりマーチングが取ってしまいました。1対4、ここでマーチングがポイント取りますとファーストマットカフェドステフスキーでの試合が終了ということになりますね。ここで選んでるのは2回防衛です。クラフティ、まあ、一応さっきのラウンド取れてないんでね、マーチング2カフェ。そうですね、防衛が通せた2カフェということですね。アクションフェーズ始まりました。トシ選手は3場手脇、そしてクリスマス公園ロジと2人2人、221の脇方ですね。富助選手の IQ はベーカリー W 方向から進軍ですね。今回はバルキリー入ってません。おっとここでファーストブラッド、ラズ選手がノア選手カットしてますね。そして1人飛び出してます。これ読書に読書飛び出した、いやこれ白階ですかね、イースト階段 2.5 ですかね、はい、でもこれダメージ入ってないんですよね。これダメージ入らないんでしたっけ、イースト階段。イースト階段入らないのか、はいです。イースト3階の窓から飛び出さない限りは入らないと。そうですね。さあクラム選手が S 方向ラペット入ってます。これはおそらくシガランに入りますね。ほぼ3回は制圧できてそうですね。マーチング3回遊撃1人入ってます。おっとここはどうやら車線挟み込むようですね。トシ選手は冷蔵庫からスケルトンキーを構えて準備していますが、ラズ選手が上がってきた。このカバー間に合ってますかね。おっとドローンで確認されました。バブル選手、これは用務室のトラップドア降りてますか。引くことには成功ですね。インパクトでどうやら支援したようです。残り時間が1分半を切りました。ここでトシ選手がスケルトンキーを使って読書前通路、ここを見れる車線通してますね。そしてポイント内にも車線を通し始めました。バブル選手がポイント内、そしてバナナ選手もポイント内、エラスモーク、おっと位置取り変えたんですが、そこは車線内です。バナナ選手のスモークが上からの車線でカットされてしまいました。クラム選手が上からイージーに対応と。さあ残り時間が1分を切りました。猫ちゃん選手、そしてラズ選手は1階ですね。これ1カフェの階段、相手の車線からは外れてはいるものの、ポイントを抑えられてしまってからでは戻ることは難しくなります。残り時間が35秒ですか。チェリー選手が読書から詰めてきています。ここで暖炉の横壁を開けた。壁1枚の隔たりにはバンディットがいるんですが、ドローンで位置までは終えていない様子。サトシ選手がここでバブル選手をカット、がしかしポイント内突っ込んだんですが、ラズ選手、猫ちゃん選手が対応したようですね。富助選手が列車までは詰めてきています。残り時間が15秒、ディフューザー回収には成功。
ソフィー選手は暖炉入ってますが、と猫ちゃん選手前線をなんとか維持している。ここでディフェザープラントの選手もカットしてクラフティー繋げました。2階はねかなり守れてますね。そうですね。さあマッチポイントではあるもののクラフティーがなんとか食らいついてます。続くラウンド7、ここで3回防衛を選択できます。マーチング、おっとここでバナナ選手がインですね。インアッシュドッケビ、火花バックと、そして防衛のオペレーターがエコーエラーミラーイエガースモークですね。マーチングはエコーが展開型シールを使ってビーストトウモリポイントを作ってます。そしてノア選手がエラーと、チェリー選手のイエガーがイースト階段前ですね。こちら冷蔵庫横ミラポジの強化を入りました。そしてクラム選手がミラを張りましたね。ブラックミラ張った。ここでアクションフェーズ開始です。クラフティーは4人がクリスマスバキ、そして1人のみ裏路地ですね。バナナ選手のイン、これはトシ選手が通パンしてイースト窓を飛び出せるようにしてますね。そしてトミスケ選手がシガーショップ妖怪ドローンでチェックしています。ラズ選手のアッシュが先ほどと同様ルーフから詰めてきてますね。そして ADS は破壊してます。ここでエコーポジに対してブリーチング弾を放ちましたね。だいぶ HP 持ってかれましたね。7割ぐらい。そうですね、ブリーチングの一発で結構減りましたね。爆発もろに受けるんでね、あそこ。さあエコの体力は残り3割というところ、ラズ選手が引き続きテラスを見ています。そしてバナナ選手が赤回上がってきてますね。シガランに対してブリーチングペレットが起爆、そして心の中にいるんですがイエーガーをカッターできず、バナナ選手コンカッションも入ってます。さあチェリー選手がうまく段差を生かしてヘッドラインをずらしながらなんとか引きましたね。3回冷蔵庫まで引きました。ロジックボムが入ってはいるもののまだ倒されていません。そしてトシ選手がこのタイミングでバスルームから飛び出そうとしてますね。ミラ窓を使って中の状況を確認します。おっとここでチェリー選手が素晴らしい決め打ちでしょうか。しがらに入った火花に対して的確なヘッドショット。さあ猫ちゃん選手は3回シガーショップ、この細道を行こうとしていますがエコーのソニックバーストが放たれてきました。さあポイント内のガジェットを少しずつ潰していっていますが、もう間もなく残り時間が40秒。インのカンデラが入ってますか。これスモークも焚かれている。バナナ選手がこれは強引ではありますが3回バー侵入成功、 B ポイントにプラント入ってます。そしてバブル選手がスモークグレネードの中をかいくぐってバーカン前まで詰めてきている。ここでネジ伏せた。富助選手のエコーもカット、そして冷蔵庫から飛び出したチェリー選手、トシ選手もカットしています。残りは1人、マーチング対応できず。いやー、いい聞いてましたね。はい、ただこれあれだったんですよ、3階のカメラ壊してなかったんですよね。そうですね、デフォカメ残ってましたね。ちょっとそれ危ないかなと思ったんですけど、なんとかなりましたね。クラフティ追いつきましたね、3対4。しかしここでクラフティ3階守りしなきゃいけないんですよね。そうですね、はい、今んとこ3階守れてないんで、さあインスタデッドとかもさっき発生してたんで、そこら辺がちょっとネックですかね。
さあここでクラフティがポイント取れると4対4のオーバータイムということになります。今回も IQ が入ってまして、クラフティがバルキリーと、先ほどは3回 W 側ですね、ピアノ窓から投げ込んだんですが早々に壊されてしまいましたので、で他のオペレーターとしましては、トシ選手がブリッツ入ってますね。マーチンここでブリッツブリッツ強いんでね。いやファイナルでもね、はい、大活躍してたんで。そうですね、セクシーケイクがもう無双してましたね、はい、ブリッツで、まあ、特にこのカフェなんかエントリーがね狭いですからね。そうですね、シガーラウンジ取るときにやっぱりラペリングするかブリッツで無理やり取るかみたいなとこあるんで、はい、まあ、ブリッツの方が安定感は増しますよね。今まで2カフェ守ってきてないっていうのも踏まえてでしょうね、クラフティがね。さあこのマーチングのブリッツ刺さるんでしょうか。アクションフェーズ始まって20秒です。ノア選手が引き続きドッケビー。さあここは窓通販の下側ですね、逆にピークしてやってるっていう。そしてソフィー選手が先ほど同様にシガラン入ってます。ノア選手がここで殴って、またしてもカット。ソフィー選手の位置が完全に分かっていた。そして2人目 SE 方向の廊下詰めてきているのにも対応と。いやこれはもう相手きついっすね、かなり。ですね。さあ3回シガーショップ詰めてきています。トシ選手のブリッツ、ブリッツのためのドローンも回ってきています。残り時間が1分45秒、クラフティ非常に厳しい展開になっています。マーチングは落ち着いて試合展開できますね。ここで有刺鉄線を破壊、そしてトシ選手はシガラン詰めていくようです。冷蔵庫の中で動けない状況にあるのがラズ選手なんですが、これミラーがないですからね。さあロジックボムが入った。バブル選手、そしてバナナ選手と携帯電話を止めました。そしてラズ選手も少し遅れてですが止めてます。さあしかしここでスモークが焚かれた。さあ2回目のロジックボム、カクテルラウンジに対してトシ選手のブリッツが突っ込んできた。 やはりラズ選手をカット。おっと3人持ってたブリッツ無双。これは打てないんですよね、あのコントローラーだとずっと縦に当ててましたね、みんなね。さあということでこちらまずは準決勝第1試合、クラフティ VS マーチング第1マップ、カフェドストエフスキーの試合ではマーチング5ポイント、クラフティが3ポイントでマーチングの勝利となりました。グッドハーフ、グッドハーフ。いやー最後の最後で来ましたね、ブリッツが。全体的に、まあ、あの試合展開ラウンドで見ていくとクラフティは2回防衛成功させている場面多かったんですけど、クラフティの2回防衛良かったところでどんなところになります？やっぱりクラフティの2回の防衛って3回ある程度早めに放棄して、はい、あの2カフェだったりとか1回まで引いて、はい、まあ、あの広く展開して相手が最後攻めてくるときに、はいはいはい、あのいろんな、ね、あの広い範囲からカバーをしていくっていうような展開してたんで、はい、マーチングとしては結構やりにくかったのかなっていう。相手のクリアリングが行き届いてない場所から、裏取り来るという感じですね。そうですね、2回攻めるときって結構難しくて、やっぱ2カフェ取るのかとか、はい、読書取るのかとか、はいはいはい、広い範囲を取らないといけないんですけど、はい、なおかつしかも読書とか、ね、2カフェってクリアリングしにくいんですよね、はい、なので3分じゃ時間足りないんで、はい、まあ、そういうときにちょっとどうしたらいいのかっていうのがちょっとあのうまくできなかったのかなっていうのがありましたね、うん、ただクラフティはちょっと試合全体を通してかなりミスが目立ちましたよね、はいはい、あ、まあそうですね、あのクリアリングミスもそうでしたし、あのマーチングのラペリングに対しても、はい、あの車線よく分かってなかったりとか。そうですね、毎回同じ車線で食われてましたね3回。あとはそのドローンが回ってきたからといってそのすぐ動いちゃうとやっぱりその ルートカットしてるんで、ラペリングしてる部分ね、はいはい、なんでそこからその簡単にやられてしまうっていうのが毎ラウンド通して起きてたんで、はい、そうですね、結構マーチングはもう車線を置いてから相手が
動くの待ってるっていうのはありますよね。そうですね、あのフラググレネードとかを投げてたわけじゃないんで、はい、ちょっとあそこら辺は粘り強く行きたかったかなっていうのはありましたね。味方のカバーが入ってくるのを待つっていうのが大切なんですかね。まあ、そうですね、まあ、そういうのもありますし、はい、あのブラックビアードでラペってるんじゃないんで、はい、もうちょっと決め打ちとか入れながらちょっと逃げた方が良かったかなっていう、今勝負にすらなってないみたいな場面が多かったんで、はい、そうですね、一方的に慣れてましたからね、まあ、そこら辺がちょっとネックだったかなっていう、はい、分かりました。では続く第2マップが、こちらマーチングピックでも銀行ということになりますね。そして先ほどと、こちら陣営が入れ替わるということでございます。第2マップに向けての準備を今選手が行っておりますので、選手の準備でき次第第2マップ再開していきたいと思います。いや、まずはマーチングがカフェドセフスキーではポイントにつなげてきたということで、続く銀行でもマーチングが勝利いたしますと準決勝勝ち上がり確定ということですね。銀行となると、でも先ほどの B さんの分析、結構クラフティとしては銀行どうですかね、得意ですかね。今のところそのカフェでやっぱドローンでクリアリングミスしてしまったりっていうことが起きてたんで、銀行だとカフェよりもっとクリアリング大変なんで、まあそこら辺結構あの気にしながらやらないとまたちょっと同じことが起きちゃうのかなっていうのがありますよね。まあ、最初のラウンドでは2階の暖炉に対してラッシュっていう展開を作ってたんで、クラフティももう結構コンパクトに攻めるっていうのもありかもしれないですよね。まあそうですね、はい、まあでもあの結構マーチングもラッシュに対する対応は高かったんで、結構でも良かったんですけどね、クラフティの攻め、良かったですよね、あの攻めはね。あの3階に滞留してて、はい、まあ、そこから帰るルートっていうのが、まあ、イーストの階段から下ってくるだろうってことで、はい、その先あの室外機の上に乗ってルートカットで、なおかつポイントには2人しかいなかったので暖炉にスモークを焚いて、あの素早くポイントを取ってしまうと、はい、で取られたって言って焦って帰ってくるのを室外機の人がカットするっていう選手だったと思うんですけど、まあ、ただまあ C4 がかなり良くて、はい、まあ、ポイントの人がすぐやられちゃいましたね、取ったんですけど、うん、そうですね、はい、まあ、そこら辺が結構あれでしたね、ネックなところでしたね。まあ、ただね、マーチング の, その対応力も叱るべきではあるんですけれども、ただ1回失敗したからといってね、それ毎回毎回もうそれを選択肢から外してしまうということはないようにしたいですよね、はい、あくまで相手の状況シチュエーションを見て、まあ、先ほど失敗してはいるけれども、もう一度チャレンジしてみようという考えは必要ですからね、はい、ということで、まあ、次シーズンではおそらく見ることが少なくなるであろうカフェドストエフスキーでの試合でしたけれども、まあ、カフェね、カフェでも日本の人はみんな嫌いなイメージがありますね。そうですね、カフェあんま練習してるってチームはそこまでないかなっていう感じですかね、はい、カフェはそうですね、うん、まあ、でも海外でもそんなに練習はしてましたけど、はい、まあ、正直人気ではなかったのかなっていう、うん、あの結局配信では映ってましたし、はい、試合はしてたと思うんですけど、はい、割とこう試合展開とかが、まあ、あの同じパターンになり なりがちだったんで、ね、あのそこら辺って意味では面白いゲームかどうかってちょっと微妙でしたね、うん、まあ、特にそのプロレベルになってくると、はい、全てがルーチンで構成されてるみたいな場合があって、はい、まあ、そのミレニアム VS リキッドとかの試合だと特に顕著だったんですけど、まあ、ミレニアム側がやってたイースト側の攻め方、はい、まあ、あれとかなんかもう完全にルーチンですよね、はい、誰々がここ見て、はい、まあ、ここにフラグ入れて、はい、まあ、追い出してプラントだみたいな、ああいうその特定 の, そのロールの人が特定の動きをするっていうのが常に展開されてくるマップだと、やっぱ見ててもまあ微妙かなっていうのがありましたよね。まあ、途中からですからね、カフェドセフスキーが大会マップになったのね、まあ、最初入ってて、でその後一旦抜けて、はい、まあ、多分バレキリーが登場したあたりで抜けたのかな。そうですね、一回抜けましたね。で次がイヤー2だったかな、イヤー1の最後には復活しちゃったのかな、で多分ミラが帰ってきて、はい、で復活しましたね。あ、そうですね、ミラからですね、はい、なんで結構マップとしてはね、1年ぐらいやってましたね、カフェドセフスキーね、まあ、カフェ最初はもう本当飛び出しゲーすぎて、でしかも運ゲーっていうはいはい、はい、でブラックビアードもいなかったんで、はい、あのもう中取るときにラペリングで運ゲーして、はい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 、で防衛側はまあ飛び出し運ゲーするっていう一人は持っていければいいなみたいな感じでなんか全然なんか運試し感がすごくてね、まあ、当時はパルスが強くて一応パルスが鍵は握ってましたけど、はい、まあ、それでもねっていう、はい、はい、ということで、まあ、今日は山荘、そして高層ビルも残る2つの来シーズンから見にづらくなるであろうマップ見れるんでしょうかね、
さあマーチングが1名選手変更が入ったということですね。こちらちょっと見ていきましょう。ゲーム画面ですね、マーチングはこちら1名選手変更入ってるんですが、ゼコダイン選手ですかね。ゼコダイン選手にクラ、いや違いますね、これもさ、クラフティ、クラフティですね、クラフティが選手変更入ったのかな。マーチング、マーチングがちょっと運営の方から陣営変更ですが、陣営変更が入っていて、おそらくクラフティがこれ1人入ってますね。バブル選手がゼコ選手になってます。ゼコ選手ですね、はい。あ、マーチンからもアサパン選手入ってる。アサパン選手入ってますね。現在ブルーチームがマーチング、そしてオレンジチームがクラフティということで BO3 ですから、2ラウンド目以降からは陣営が変わるということで、すいません失礼しました。現在ブルーチームがマーチングですので、マーチングの方ではアサパン選手が入ってますね。トシ選手がおそらく抜けてアサパン選手になったということですかね。はい、では両チーム準備できているようですので、スターティングメンバーを紹介いたしましたので、こちら第2マップ見ていきたいと思います。お待たせしました、レインボーシックスイージージャパンリーグスプリングファイナルズデイ2準決勝第1試合第2マップ、マーチング VS クラフティ試合開始です。使用するマップは銀行、陣営はブルーチームがマーチング、オレンジチームがクラフティです。グッドラックハブファン、グッドラックハブファン。さあ、ここでおっとクラフティ来ました。カメラ若干入ってるね。なるほど、サイレントステップうまく使えれば。結構よく見るのが、まあメタで使ってるのは分かるんですけど、サイレントステップの時間が切れて結局足跡が見られるっていう、よく見るんですよね。そして他のオペレーターがスモークリージョン、ミライ、イエガ、そして攻撃のオペレーターはテルミット、ジャッカル、ゾフィア、ヒバーナ、 IQ ですかね。まずは防衛がクラフティです。地下防衛、おそらくは猫ちゃん選手のカベイラが強化を終えたら遊撃に出るでしょう。ラズ選手が1階ロビーを強化入ってます。そして管理ジム開けてますね。これバナナ選手のスモークがもう管理ジム、そして資料と管理ジムの間の壁も車線通してますね。これは壁イラが立ち回るのでもう開けてるということでしょうかね。あ、一応サイレントステップで上がってますね。上がってますね、はい。さあ猫ちゃん選手は証券側に詰めるんでしょうか。吹き抜けドア前には今待機してました。富助選手のテルミットが裏路地からドローンを回して支援していますが、ここはやはりネホちゃん選手が証券ですね。これハイドしてます。サイレントステップを発動して証券のバリケが割れないのを生かしてイースト側詰めていってます。ノア選手のジャッカルが1階ロビーからエントリー。おっと、これは足跡があったんですが、リージョン、さあこれはうまく猫ちゃん選手のデコイとして、あっと証券にドローンが回ってきた。さあ猫ちゃん選手位置がバレました。そして証券に対して車線が一気に向いている。なんとか1回空き部屋までは引くことに成功していますが、閉めてることが逆にあだとなっているか。さあドローンで確認された直後に打ち込みが入りました。そしてトラップドア降りてきている1人。これは味方のカバーも期待できない。飛び出してきたのはアサパン選手の IQ。 さあまずはジャッカルの位置のデコイも虚しく、猫ちゃん選手のカベイラがカットされてしまいました。
ドローン使ってのクリアリング非常に速いです、ね、おっと、しかしここでバナナ選手がメイン回置いていました。クラム選手の火花をカット。これ管理ジム相手はいるので致命的にはならそうですね。まあ、1-1 の交換早かったんで結構まだありますので、ね、そうですね。逆にこれ防衛が今数的優位を取っている。そしてロビー詰めてきたんですが、ゼコ選手がカットですね。そして2回ですか、これラズ選手が富助選手をカットして残ったのは朝パン選手の IQ のみと。おっと、ここもゼコ選手が飛び出して朝パン選手にヘッドショット決めて、劣勢状況下ではありましたがクラフィティが防衛成功ですね。いや、銀行の防衛うまくいってますね、遊撃が。しかもポイントまではこれ多分来てないですよね。そうですね、はい。で結構ポイントの中の状況、そこまでマーチングも仕入れられなかった可能性ありますね。続く第3ラウンドでも防衛変更した後効いてきそうな、そんな地下防衛でしたね。さあマーチングも同じくロッカー監視室ということで地下守りですね。今回マーチングはビジルが入りました。イエガバンディとビジル、そしてリージョンミラと。対するクラフティがジャッカル IQ、 火花、トゥイッチ、テルミット。そしてやはりクラフティが1階を守ってたのと同様にマーチングも地下ポイントではあるんですが1階のロビー、これを動線として使えるようにしてますね。これローンオフィスを閉めてこの通路を使えるようにしていると。さあラウンド2が始まります。ラズ選手が裏路地、そしてソフィー選手も裏路地からドローン回しています。猫ちゃん選手、バナナ選手がガレージ前、ゼコ選手が2回ドローンクリアリングですね。2階には遊撃は1人入ってますね。これはオーバーレイから見るとビジルですね。さあクロック発動したもののドローン破壊されてしまいました。ノア選手は2回 VIP 専用通路にハイドしています。残り時間が2分20秒というところですが、ラズ選手がラペリングをしながらノア選手の位置を追ってますか。これしかし IQ の能力を生かしてるわけではありませんが、おっとここはノア選手がバナナ選手をカットです。そして VIP 専用通路にはまだ引き続き滞留していますノア選手。おっとここはラペリングと勝負を仕掛けるようです。飛び出しができる窓を作ってますが、ここはロックされてるぞ。そしてこの間に猫ちゃん選手がクラム選手をカットしてます。残り時間が1分40秒。まだ1回を守ってるのが富助選手ですね。資料で守ってます。そしてノア選手は金庫から引きました。おっとこれは地下の B ポイントですね。がしかし朝パン選手がうまく B ポイント詰めてきてたんですが対応と。これガレージから来たんでしょうか。そうですね、 Twitch はずっとガレージの進行を狙ってましたね。ちょっと一人で行ってしまいすぎたんですかね。いやでも惜しかったですけどね、はい、ポイント自体は取れてたんですがそのまま倒されてしまいました。残り時間が1分です。ゼコ選手が地下サーバー、これは設置ポイントにつながる場所をヒートチャージ張りました。朝パン選手がミラマドウラ担当していますがサーバーが続々と割れてます。さあ残り時間が40秒。ソフィー選手はまだこれブリーチングペレット使ってないですね。管理ジム空いてました。管理ジムはどうだったんだろう、空いてないんじゃないかな。そしてチェリー選手が裏取り、これサーバー階段詰めてきてますが、と勝負を仕掛けるかチェリー選手。うまく柱の遮蔽物を生かして相手の見てる方向とは逆から走ったんですがソフィー選手がうまく対応。さあ残り時間が15秒。ディフューザープラントにチャレンジしたいですがゼコ選手ここはもたついてしまった。朝パン選手が2人持ってってマーチングも防衛成功。お互いねやっぱ遊撃
なかなか潰せないですね。そうですね、結構ハードロビングしますね。で管理順番もあらかじめ自分たち開けてたみたいですね。バン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 遊撃排除しきれないので上から上がってきてますね。はい、やはり地下防衛前シーズンまでとかなり守り方変わってますね。ライオンいなくなってるんでね、それを利用して結構遊撃出やすいかなっていうのはありますよね。うん、途中上がりがかなり刺さってますね。プロリーグファイナル見ててやっぱり思ったのはライオン弱くなってピック率確かに下がったんですけど、はいはいはい、優勝チームのリキッドは結構ライオンのピック率かなり高かったんですね。高かったですね。なんで無理やり使ってもいいかもわかんないかなっていうぐらいやっぱライオンはまだ強いですね。そうですね、まあ、やっぱり相手が全員動けなくなるっていうのは強いですよね。特にそのハードピーキングが上手じゃないですか、ブラジルのプレイヤーなんかは。自分たちが一方的にこうハードピーキングできるシチュエーションを作ってライオンタクっていうのがもう非常に自分たちのプレーとも相性はいいんでしょうね、ブラジルは。そうですね、はい。さあ、防衛場所が移ってラウンド3ですね。今回は攻撃のオペレーターサッチャー、火花、IQ、バック、そしてテルミット。脇位置としましては宝石が1人ですかね。そして裏路地1人、駐車場が3人と。これは富助選手2階の動線をロックしてますね。しかしオーバーレイで見る限り2階遊撃いなさそうですね。またガレージ行こうとしてますかね。ガレージ行こうとしてますか。あ、ちょっと行ってですね。これは地下からは特に誰も行かなさそうですね。2階吹き抜けにチェリー選手の IQ が詰めていってますが、これはブラックアイバレた。これ2つのブラックアイですかね。そうですね。ということはこれ吹き抜け側の進行をブラックアイで確認する想定だったと思いますが、かなりプランが崩れましたかね。そして残り時間が1分55秒。おっと、最後のブラックアイすらも破壊されてしまいました。そしてこのタイミングでノア選手がスケルトンキーでポイント内に対して突き下げを行い始めました。さあ、資料室は居場所がなくなりましたね。今回かなりこもって守ってるんですが、ポイント内にまだ残ってますか、クラフティー。残り時間が1分30秒。ラズ選手のリージョン、そしてソフィー選手が窓口守ってますね。バナナ選手が資料室。ここで猫ちゃん選手途中上がりを試みたんですが、クラム選手がすでにロックしてましたかね。そしてゼコ選手が1階スタッフルーム。これは空き部屋に入る入り口ですね。ここを見てます。ラズ選手が資料室からグーマインを使ってロビーの進行を阻もうとしています。残り時間が45秒です。そしてこのタイミングでゼコ選手がじわりじわりとロビー側に詰めていっていますが、果たしてこれ間に合うでしょうか。ポイントは非常に厳しい状態です。上からの車線もかなり敷かれています。そしてやはりソフィー選手厳しかったか、1人持ってかれてますが、ゼコ選手が1人持ってったが、しかしゼコ選手クレイモンにかかってますね。そしてポイントに突っ込んできてしまっている。残ったのはラズ選手なんですが、チェリー選手の IQ が打ち勝ってマーチンが制圧ですね。いや、工事が辛かったですね。まあ、こもって守ってるだけにやっぱりきついですよね、これ。まあそうですね、工事しっかりされて、はい、ドローン回されてっていう、まあ、相手がそのやりたいことを全部やらせてしまったので、はい、まあ、こうなってくるとちょっと厳しいですね。ブラックアイの位置からしてでもあれなんですかね、工事自体は受け入れようとはしてたんですかね。でブラックアイで確認しようとしてたんですかね。まあ、途中で上がってくっていうようなプランだったんでしょうね、はい、ただカメラ全部壊されたんで割とこうギャンブルチックな、ね、上がり方になってましたね。一人は猫ちゃん選手が上がったものの、もうすでにロック入ってましたもんね。これでマーチングが2ポイント取って2対1です。
ラウンド4ですね。ここでマーチングも防衛場所が1回、窓口資料室。2階に駆け上がっていったのが3人ですね。ノア選手、アサパン選手、クラム選手と。これは2階会議、そしてヨウムにミラマド張るパターンですかね。そうですね、とりあえず証券に向かっては張りそうですね。そしてクラム選手がヨウムから CO に対する射線開けてますね。CO じゃあ2枚とも閉めるんですかね、おそらくは。やはりこの位置、会議の一番左ですね、証券が見れる位置、ここにミラー窓張ります。そしてアクションフェーズ始まりました。クラフティはスイッチが入ってます。今回猫ちゃん選手がスイッチ、空き部屋の中のクリアリングを行ってますね。これかなり直接詰めるんでしょうか。猫ちゃん選手もコピー室入りました。そして防衛の陣形としましてはやはり上に重視してますね。3人2回守ってます。ラズ選手が宝石前からラペって相手の動向を確認してもらってるんでしょうか。おそらく CEO の状況を報告受けたラズ選手がフラバンを焚いた。さあここ会議通路にフラバンが入りましたが、自分自身ではまだエントリーしません。ゼコ選手がおっと、ここは吹き抜け階段から打ち込んだんですが、バックの銃暴れたか。用務室にいたミラはカットできずダメージ負けしてます。ラズ選手、おっとこのタイミングで詰めた。おーっと、大会史上こんなシーン初めて見ましたけど。さあラペリングであわやカットというところでしたが、ラズ選手1人カットしたもののクラム選手のカバーに阻まれる。そして吹き抜け前、ここも打ち込まれました。ソフィー選手がロングで見ているもののゼコ選手を起こすことはかなり厳しい。残りは実質1人ですね。ソフィー選手4対1の状況か。この状況はクラッチ決めるでしょうか。1人詰めてきています。証券前の廊下を詰めてきているんですが、ポイントに一気に突っ込むと、がしかしボム裏を使って富助選手が階段をカットと。うまくちょっと2階の遊撃の時にね、相手の場所を把握できなかったですね。そうですね、マーチンがかなりよく粘りましたね。これでブルーチームマーチングがアドバンテージですね。3対1。そうですね、まあ、遊撃の時にちょっと必要以上にね勝負せずに、まあ、時間稼ぐっていうような感じでかなりうまい具合にね相手が無理やり詰めてくるとこカットできてましたよね、はい、結構カフェと同じようにマーチング側が、まあ、射線だったりとか、だから我慢強さというところでクラフティを上回ってますかね。そうですね、クラフティちょっとあれですかね、うん、やっぱドローンがうまく回ってないかなっていうのがありますよね。なるほど、索敵の情報がちょっとまだ、そうですね、アッシュも多分、うん、誰かが回すのを待ってたんでしょうけど、待ってた、うん、誰も回さないから行かなきゃみたいな、はい、そうですね、で行って、まあ、1人は持ってったんですけど、その後中の状況やっぱ分かんなくて、うん、不必要に詰めちゃいましたよね、まあ、行くしかなかったみたいな、うん、入っちゃったんでね、ちょっとそこら辺の連携がね、今ちょっと。ごちゃごちゃっとしてる。そうですね、これでマーチングが3対1の状況を作り上げて、ファーストマップ同様にアドバンテージを取り始めましたね。そしてここで防衛場所が戻ってきました。地下防衛です。先ほどクラフティは地下防衛成功させてます。同じくカビラ入ってますね。しかし今回はジャッカルは捨てましたね。マーチング代わりにゾフィアが入ってると。アサパン選手の IQ が裏路地から詰めていきます。そしてクラム選手がおそらくアサパン選手の支援をするドローン位置なんですが、これは1人3回遊撃確認ですね。アサパン選手の IQ が吹き抜けのバリケー、あとおそらく1、2発で壊れるという状況下でドローン回しを頼んでますね。そして猫ちゃん選手のカベイラが CEO オフィス入ってます。用務室に対する車線ですね。
ドローンで位置はまだバレてませんが、逆にドローンが回っているということも今猫ちゃん選手が初めて視認。自分自身はもうインパクト持ってません。有刺鉄線ですね。チームのために生きるカベイラ、朝パン選手がじわりじわりと詰めてきています。 C オフィス、ここが缶オケになってしまうんでしょうか。まだ耐えてはいるもの、ロジックボムが発動、カメラが見れない。猫ちゃん選手が用務室に対して射線を向けてはいますが、ここで朝パン選手が詰めたが、しかし豆鉄砲いや悲しいな、武器差出ましたねいやいいんじゃすかね、こっちは。さあこれでカベイラが勝ったと。おっとゼコ選手、先ほど同様に窓口オフィス守っていますが、ロビーから詰めてきているのはトッケビ。ここで打ち勝った、ゼコ選手がまずはノア選手のトッケビをカット。がしかしここでカバー入った、素晴らしい速さ。クラム選手がこの階段からの射線、ブリーチングペレットを使っておそらくは作り上げましたね。2回同じことは通用させないぞと、マーチングの対応力が垣間見えました。残り時間1分、ソフィー選手はポイント赤ローカ、このミラマド裏を死守しています。そしてバナナ選手は金庫前、エレベーター前。ここでゾフィアのランチャー、そしてフラバンが入ってきましたので、直接のトラップドア折りを阻むためにバナナ選手のスモークが支援をしていますが、この間にプラントを行おうとしているか。ヘルミットはヒートチャージを起爆しています。そして富助選手、やはりこれはプラントチャンス。ソフィー選手、直接降りてきたサパン選手をカットはしたものの、プラントの状況は今終える状況下にありません。残り時間が18秒、フラバンを焚いて富助選手がディフューザープラントを開始しようとしていますが、ちょっともたついてるか。さあチェリー選手のゾフィアがミラーマド裏に対して決め打ち。おっとここはソフィー選手が2人目落としています。がしかしディフューザーセンチャー成立、これで一気に防衛が不利になっています。バナナ選手はインジャー状態、残ったのはソフィー選手ですが、まずはここは味方を落とすという起こすという選択肢。もう間もなく裏取りに許される時間も限られてきてしまいますので、できる限り走りたい。チェリー選手が管理ジムから見ていますが、2人がかりで上がっている。おっとしかし上がってきたソフィー選手、中のクリアリングを忘れていたか。うーん素晴らしい。チェリー選手が2人落として立て直しましたね。これでマッチポイントです。4対1、マーチングがこのマッチ全体のマッチポイントをかけましたね。遊撃に対してもかなり、まあ、次は交渉はしようっていうのがうまくいってますね。そうですね、修正早いですね。これでクラフティー跡がなくなりました。マーチングは地下防衛を選択できます。ロッカー監視、ここクラフティーが落としてしまうと、その時点でマーチングが決勝進出確定ということになります。もう後はありません。そして防衛のオペレーター、マーチングはキャッスル、ミラー、イエーガー、リージョン、スモーク。そしてクラフティーが攻撃オペレーター、ジャッカル、アッシュ、火花、ツイッチ、テルミット。マーチングは今回キャッスルバリケードでサーバールーム閉めましたね。そしてモノリスまでの車線通してましたね、今あえて。ソフィー選手が裏路地からドローン回す、バナナ選手が裏路地裏から、詰めてきましたね。ここで証券方向ですかね、ドローン仕込んでます。エレベーターにドローン仕込んでいた。2階の遊撃はありませんので、おそらくエントリー2階は早そうです。1階も防衛ないですね、遊撃。これ途中上がりですかね。今回はねちょっと遊撃出ない方針でやってますよね。
朝パン選手がまた先ほどと同様にメイン回これ先置きしときたいという位置ですね。いやもう上がってってますね、これカメラ支援受けながら上がってってますね。これは朝パン選手 0.5 の位置で待ってます。そして空き部屋にドローンが回ってますので、猫ちゃん選手のドローン回ってますから、あとバナナ選手詰めてきている。これ足跡誰か入っちゃってますね。多分補強ですかね、補強で。そうですね、補強行ってた選手でしょうか。これちょっと感染だと分かりづらいんですが、地下にいる状況ですね。さあ残り時間が1分半というところですが、これおそらく管理ジムのトラップドアが割れましたね。地下から誰も途中上がりはできず、全員がこもってます。そしてそのこもってる状況下はいいことにクラフティが徐々に徐々にと広がりながら詰めていってますが、おっとここはモノリスーラに展開型シールドを敷いてトラップドアに対して射線を先置きしてますね。ノア選手のリージョン、洞窟から1人詰めていってます。これは洞窟からの射線、おっとヘッドショットは展開型シールドがあるので打ち込むことができませんでした。そしてノア選手がモノリス裏から引いた。おっとここ管理ジム危ない。おっと一瞬目があったんですが、やはり逃げることはできず、ソフィー選手の火花がノア選手のリージョンカットです。これで残り時間30秒です。そしてヒートチャージでプラントポイントの壁を開けることに成功。しかし富助選手まだもう1回グレネードが残っている。ここでスモーク起動、おっとディフューザープラント少しもたついているか。さあトラップドア上と勝負仕掛けようとしているのが富助選手、エレベーター降りてきています。これはマーチンかなり厳しいか。残りは2人、赤廊下裏に1人いたんですが、ここもソフィー選手がカットですかね。綺麗に攻めましたね、はい、時間いっぱい、相手がうまく見てないところをどん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 詰めてきて、でかつ本命も同時にいってるという綺麗な波状攻撃でしたね。そうですね、クラフティ結構遊撃を潰すのはちょっと今回手こずってるんですけど、はい、最後の最後ね、綺麗にセットプレーするっていうのはかなり上手ですね。はい、はい、これでラウンド7、先ほど同様にマッチポイントを背負ってからクラフティが追い上げ始めるという構図ですね。4対2、しかしもう後がありませんので、クラフティこの防衛も落とせません。先ほど同様に地下守り、そして豆鉄砲ちゃんカベラ入ってます。猫ちゃん選手、今回はどこにハイドするんでしょうか。そして攻撃のオペレーターマーチングは IQ、 ヒバナ、ゾフィア、トッケビ、テルミットですね。今回も管理ジムのトラップドアを開けてますね、あらかじめ。そしてゼコ選手が窓口の壁2枚、椅子側を閉めてます。アクションフェーズ始まりましたね。猫ちゃん選手は先ほど同様に2回上がってってましたね。おそらくはオーバーレイの位置からすると証券前ロークあたりに今詰めてますね。さあ ATM のバリケードを破ってでチェリー選手が詰めてきています。そしてノア選手が2マンセルで行動、猫ちゃん選手は2回エレベーター。このハイド大抵バレちゃうポジションなんですが、朝パン選手かラズ選手をカット、めげないっす、めげないですね。 CO にいたんですがリージョンカットされてます。そしてここで猫ちゃん選手が走って詰め寄るロビー、これ裏取りです。おっとしかしこれはルイソン、おっと挟み込んでいる。さあ窓口詰めてってるんですが、ロジックボムが鳴ってます。
猫ちゃん選手の行動範囲かなり限られてきてるんですが、ゼコ選手がチェリー選手をカットして耐えてますね。窓口オフィスなんとか守りきれてます。残り時間1分40秒。今回はクラフィティ遊撃成功と言って良いでしょう。残り3人まで削ってます。数的優位を取っているのはクラフィティ。富助選手が吹き抜け階段を詰めていっていますが、おそらく資料の状況も分かってないですね。遊撃の位置が全く終えてないようです。この状況は攻撃にとってはかなり致命的な時間を使われてますね。そして猫ちゃん選手が上がってきた。いいですね。ここで初めてカベイラが大活躍ですね。おっと、しかしクラム選手がスタッフルーム飛び出してきて抜かれました。残り2人なんですが、マーチング、クラム選手が空き部屋のトラップドアを起爆、割ることには成功。しかしサーバーはおそらくテルミット割る前に倒れてますので、通常この銀行の地下で定番ともいえる位置へのプラントは厳しいでしょう。そしてクラム選手、おっと、ここはもしや降りますか。これ IQ トラップドア割れたんですが、あっと、しかしここやはりスモークたかれている。さあエレベーターから降りることはほぼ不可能。そしてゼコ選手が窓口からの車線を生かしてクラム選手をカット、残っているのはサッパン選手のみなんですが、赤廊下と勝負したもののソフィー選手が打ち勝つと。ナイスラウンドでしたね。はい、クラフィティ遊撃成功ですね。やっぱこのカベイラが活躍するかどうかがかなり鍵になってますね。これでラウンド8、またしてもカフェドステフスキー同様にクラフィティが追いついて4対3の状況を作りました。先ほどはここまで追い込んだんですが、マーチングがマッチポイントのアドバンテージを生かして5ポイントに先に手をつけたと。さあ地下防衛ですね。ビジル、イエーガー、バンディット、リージョン、ミラと先ほどの地下防衛と同じピックですね。そしてクラフィティはジャッカル、アッシュ、キバナ、トゥイッチ、テルミットですね。マーチング、どうやら先ほどの地下防衛とほぼ同じようにローンオフィス閉めて窓口オフィス逆に車線を開けておくというスタイルですね。ラウンド8ですが、これは先ほど見ている守り方ではありますので、クラフィティ先ほど止められてしまった原因修正していけば、ガレージプッシュかなり下がってたんですけどね、今回ガレージいかなそうですね。猫ちゃん選手のツイッチが裏路地から湧いてます。朝パン選手は1回資料室バリケードを閉めてこもるようです。朝パン選手が階段グーマインを置いて資料室の中にこもってます。ここで屋外広場側から車線を敷いてますね。ラズ選手2階のクリアリングを待っているようです。ラズ選手自分自身でドローン回してますね。そしてソフィー選手が吹き抜け詰めていきました。ノア選手おそらく存在はバレてるんですが位置は終えていない様子。クロークをまとってロビー側立ち回ってますが、ジャッカルのスキャンが入っている。おっと、これは厳しい。バナナ選手がアイノックスを使ってまずはノア選手のビジルをカットです。そしてバナナ選手がメイン階をじわりじわりと下っていっています。残り時間が1分40秒。これでおそらくマーチング遊撃に出てるプレイヤーはいませんかね。あ、いますね。まだ1階の窓口オフィスミラ窓裏に富助選手がいます。そして朝パン選手上がっていってますね。吹き抜け上がっていってます。これ気づいてなさそうです。
これ決まったらこれまたしてもあれですね、壊滅的な打撃を受けそうですね、クラフティ。あとメイン回ドローン回してますね。これ気づいてないですよ、誰もロックできていない。さあこれ2人います、まずいです。あーっとテルミット、ディフューザーを持ってるテルミットが裏取りを食らってしまった。ここでそして猫ちゃん選手も富助選手をカットできず、富助選手の窓口オフィス守りが刺さってますね。裏が来たっていう報告でおそらくは正面のプッシュも遅れてしまったか。これで残り時間45秒、ソフィー選手体力ローながらも富助選手はカット。しかしこの2人のオペレーターで地下に対して、そして朝パン選手まだローミング続けてます。吹き抜け階段に座っている。ポイントに対してのプッシュはおそらくメイン階から試みようとしていますが、もうこれ防衛としては B ポイントだけ見てればいいという状況ですね。やばい、おっとこれはフラバンたかれたんですがトラップドア降りた、スモークがたかれている。さあクラム選手が B ポイント守りきった、素晴らしい。ということでこちらセカンドマップ銀行での試合も、マーチング VS クラフティ、マーチング5ポイント、クラフティ3ポイントで、見事マーチングが勝利ということですね。従いましてこちら本日の決勝戦一抜けがマーチングということになります。おめでとうございます、グッドゲーム。ありがとうございます、グッドゲーム。はい、ということでこちら銀行での試合ご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか、Bさん。そうですね、やっぱマーチング結構ね抑揚つけていろいろ戦術変えながらやってて、はい、よかったですね。対応力も高くて、はい、最後はクラフティも結構ね食らいついてていいラウンドも多くなってきたんですけど、はいはい、最後の最後マーチングちょっと朝パン選手途中上がりあれ大きかったですね。そうですね、あれ、まあ、延長いっちゃうかなと思ったんですけど、はい、判断良かったですね。まあ、ああいうプレーがね決まっちゃうともう銀行みたいな広いマップだと、まあ、崩れますよね、どうにもできないみたいな、ね、もう本当に追えないですからね相手の位置が全く。ああいうビッグプレーもね生まれて結構良かったですね、はい、次につなげてほしいですね。クラフティ側も、まあ、誰か落ちてたんで置きドローンがあれば一応確認ができたんですかね、あれね。そうですね、はい、やっぱ途中上がりはね常に警戒しないといけないんで難しいんですけど、まあ、どこまでね厳しく途中で上がってくるのを見れるかっていうのがやっぱ大事ですよね、はい。最終的にやっぱその攻撃のラウンドを落とす原因っていうのが、はい、まあ、最初の段階は5人揃った状態で綺麗にラウンドを取れるかっていうのが まず第一 その攻めの目標ですね、はい、で次が人数がある程度3対3とかになっても取れるか、はいはい、まあ、これが次の段階ですよね、はい、最終段階は 2v4 とか、はい、人数少なくなっても、まあ、ドローン使ったりとか、はい、まあ、いろんなその方法でもってラウンド取れるように動けるかっていうのが最初の目標だったので、やっぱ人数振り使えた時にねドローンだったりとかをうまく使って途中上がり厳しくねロックできるかどうかっていうのが結構差で出ましたね、うん、はい。ということで、カフェ銀行1マップ目2マップ目ともに5対3で接戦で終わったんですけども惜しくも、マーチンが勝利ということになりました、はい。